はい、お世話です、えー。札幌から無事に帰宅できました。はい。あのー、今日、まあ、朝一の飛行機で、まあ、帰る予定だったんですけども、まあ、僕のちょっとしたボンミスの影響によってですね、飛行機に乗り遅れてしまう可能性が非常に高くなってしまいですね。もう、ほもう、あと1分、1分過ぎてしまうと、 もしかしたら僕は今頃まだ札幌にまだ一泊してた可能性もあるし、もしくは多分今これ夜の7時なんですけども,も、大体もう本当夜の8時とか、本当最終便でえ帰るっていう、そういう地獄を味わう羽目になるところでしてですね。これ何かっていうと、僕あのレンタカー借りてたんですよ。 でレンタカーの返却を8時にそのレンタカーショップに着いて8時に車返すつもりだったんですけどもなんとレンタカーショップがですね営業時間が10時オープンだということを完全にまあ僕の把握ミスですよねはいなので8時に車返すつもりがやべこれ車返せねえじゃん え、10時まで待つのこれ。え、マジでと思って。で、僕飛行機乗る時間が9時40分なんすよ。いやいやいや、どっからどう考えてもこれ200%間に合わねえだろうと思って。うわ、どうすっかなと思って。で、とりあえずもう1時間ぐらいずっと店の前で、えー、車の中で待機して、ワンチャン誰か従業員来ねえかなとか思ったら、たまたまちょうどほんと9時ちょい過ぎぐらいになって、 従業員の人がたまたま早く来てて、で、なんとかお願いして、レンタカー,、えー返却して、でそこから空港まで車で10分ぐらいかかるんですよ。で、送迎バスで普通は行くんですけども、まあ、僕のね、急遽の無理くりなオーダーですね、送迎バスまでちょっと出してもらえませんかっていう、その要望にも応えてくださり、はい。 で、その運転手さんも、めちゃめちゃ空気読んでくれて、もう法定速度、もほぼ、ほぼガンム、ガンムシぐらいの勢いで、めちゃめちゃ飛ばしてくれたんですよ。まあ、本来10分かかるところを、6分かな。6分でもう猛スピードで、新千歳空港まで行って、で、もうそこからもう全速ダッシュですよ。全速ダッシュで、えー、なんとかあの、搭乗口の、 えー、検査場行ってギリ間に合ったんですよ9時40分のフライトなんで9時10分までにはその受付しないといけないんですよで僕がそこの受付間に合ったのがちょうどジャスト9時10分いやこれ1分でも過ぎたらちょっとダメらしくてなのでいやほんと間一発でしたようんそして ね、僕のわがままなオーダーに答えてくれた、えー、レンタカーショップの方及び、えー、送迎バスの運転手の方、えー、本当にありがとうございましたと、えー、いう風なところをちょっとこの場を借りてです、ねえー、お礼を申し上げたいと思います。はい、いやー、危なかったよ。うん、で、まあ、今回思ったこの教訓、うん、僕が学んだことは、まあ、やっぱりこの事前準備は、まあ、事前の確認ですね、まあ、これは大事,大事だなという風なのを思って。 だ,っすねうん、だからこういう事前の確認をちゃんとしなくて、まあ、ボンミスをしてしまう、うん、まあこれのいいサンプル例が、まあ、今回の僕でありそしてスターダムの旧運営のボンクラアプリ、うん、やっぱりねスターダムの旧運営たちも事前の確認とかその辺をねちゃんとできていなくて まあね、今みたいなスターダムの停滞につながってしまったというふうなところで、まあ、事前の確認は大事ですよというふうなところをちょっとこの場を借りて、えー、お伝えしていこうかなというふうに思いました。はいまあ、そんな感じですね、はいで。あとはやっぱり法定速度無視、うん、これは時と場合によってはまあ必要なんじゃないのかなというふうなのを思ったんで、うん、やっぱりサナヤンもうーん、まあね、いつも通りの、えー、通常運転 うん、法定速度を減収。これも、まあわ、悪いことではないですけどもね。ただ、時と場合によっては、サナヤンも法定速度を無視、うん。これも必要なんじゃないのかなというふうなところですね。はい。そんなところですね。はい。いや、これね、もし、最終便のフライトで帰ってたら、チケット代4万円なんですよ。あの、今、ね、あの日曜日なんで、あのもう週末価格のぼったくり価格で、 普通だったら1万円のところだったんですけども、4万円ですからね。<laughs> マジバカだよと思って。はい。いや、間に合ってよかったです。はい。っていう風な、えー、僕の新千歳空港にまつわる、えー、レポートでございました。はい。まあ、そんなとこっすね。はい。はい。えー、というわけで、えー、話を戻しましてですね、2.24の札幌大会のセミファイナルの感想をお伝えしようかなというふうに思います。はい。はい。というわけで、セミファイナルで行われました、 敗者者髪切りデスマッチではなくセミファイナルで行われました上村髪切れよマッチ、えー、この試合の僕の率直な感想なんですけども <laughs> 上村よく髪切ったなうんそれでいいよおめでとう <laughs> まあこんな感じですねはい まあ、っていう風なのがまあ僕の感想ですね。はい、で、まあ、ちょっと細かいところ言っていくと、えっ、ー、とですね、まあ、これの一個前の高木対太一で、あそこで太一選手が勝った時点で、ああよかった、これで上村かみ切るなっていうのが、まあ、ある程度確信ができたんですよね。で、まあ、もっと言うと、その太一高木の前の、 ヒロム同期で、同期も勝った時点で、残りの勝敗の行方を考えた時に、あ、ってことは、次太一が勝って、その後辻が勝って、ね、ロスインゴとファイブガイズの点数が2対2になる。あ、それで2対2の状況で、最後は対称戦に委ねるっていう。あ そういう感じだっていうのが、まあ、ある程度確証できたんで、うん、だから、ヒロム同期、同期は勝った時点で、僕はもう上村が髪切るのっていう、その覚悟がもう見えてきたんで、はい、まあ、ある程度、ちょっと安心しながらね、この試合を見ることができました。はい。まあ、そんなところなんですけども、ただね、あのー、試合時間がね、長すぎる。うん。長すぎって感じっすね。はい。 で、これなんでこんな長いのかなと思ったら、僕これ試合中に気づいたんですけども、これ30分一本勝負だったんですね。なんかすげえ長いなと思って、で、いつの間にか25分経過とかって言って、残り時間5分とかって言い始めて、リンガーナが、あー、<laughs> なんだよ、30分一本なのかよと思って、ワンチャン引き分けとかっていうそんな不細工な結果ね、あるわけねえよなとかって思ったんですけども、うん、だからこの試合ってなんでこんなに長くなったかなって、 っていうのを考えていくと、ほんと残り時間、ほんとギリギリまで引っ張って、あ、これ引き分けにでも終わるんだっていうのを、その想像させながらも、でも引き分けじゃないよ、ちゃんと決着つけますよみたいな、なんかそういうテイストにしたかったのかなみたいな、まあそんなのがちょっと見え隠れしちゃったかなっていう、まあそんな感じっすね。はい。ただまあそれやるんだったら、もう28分でしょ、この時間。あ29分まで <laughs>、 ギリギリまでやれよとは思いましたけどもねなんか28分ってなんか中途半端なんでもうここまでな長い試合で引っ張ったんだったらもう29分39秒とかその辺までギリギリまでやれやいいやんみたいなまあそんなのは思ったんですけどねはいまあという風な感じでまあとりあえずうん長い試合の割にはまあその長い試合である意味っていうのがあ別に大してなかったなみたいなそんな感じですねはい やっぱり試合時間長かったんで、結構やっぱだれましたね。うん、ね。で、会場のね、雰囲気もすごくあんまり良くなかったし、結構ヤジ飛んでたっすね。引き分けなんてつまんねえぞとか、ちゃんとやれよとか、結構ね、うん、ちらほらヤジも飛んでたんで、うん、やっぱりこのヤジが飛ぶっていうのが、上村辻の今の現状かなっていう感じっすね。 はい、という風なところで、まあ、ちょっとそれぞれに、えー、ちょっと僕、フォーカスしてお話ししようと思うんですけど、まず辻選手ですね。はいまあ、辻選手は、まあ、辻陽太はすごいっていうのは、もうある程度もう認識されてるんじゃないですか。で辻選手の次のフェーズって、もう辻陽太はすごいっていうのがもう,、ね、もう浸透してるんで、あとは、まあ、その対戦相手を。 いかに引き出せるかみたいな、まあ、辻選手は今もうそこのフェーズかなっていうふうに僕見てるので、うん、ただ、まあ、これ、あおり V でも、ね、あの言ってましたけども、上村の、えー、上村を全部引き出した上で俺が叩き潰すっていう、まあ、それをあおり V で言ってますけども、うん、それはいまいち実行できなかったかなっていう感じですね、はい。辻選手は確かに辻選手本人はすごいんですよ。 うん、でもうーん、次に、じゃあ、辻選手が相手を引き出す、相手を光らす側に回るのがこれからのテーマだなっていうのを考えたら、やっぱりまだ相手を輝かすっていうのは、うーんちょっとまだまだ難しいのかなっていうのは思ったですね。まあ、これも対戦相手にはよると思うんですけども、辻選手のこれまでのインパクトを残してきた試合、まあ、凱旋のまあ真田であり、 あと、僕のベストバウト候補にも挙げたオスプレイとか、うん、辻選手がそれなりにインパクト残してきた試合って、まあ、よくよく思い返,思い返すと、 うんやっぱり相手に引き出してもらったよなっていう、うん、それがあったからこそ今は辻陽太はすごいっていう、うんまあ、そこの、まあ、現状かなというふうに思うので、うん、やっぱりまだ辻選手が相手を引き出す側に回るっていうのは、うん、まだまだここはこれからの課題じゃないのかなみたいなのは思ったですね。はいまあ、そんなところが、まあ、僕の辻選手の、まあ、今回の試合での印象ですね。はいまあ、そんなところですね、はい。で、上村選手なんですけども、 うーん、上村選手は、とりあえず今日、まあ今回、髪切ったのは良かったんですよ。髪切ったのは良かった。でも、上村選手ってその持ってるポテンシャルが高いじゃないですか。このね、ドロップキックの打点の高さであり、このアームドラッグとか、持ってるポテンシャルって、これ、ヤングライオンの時から、 上村のポテンシャルはすごい高いって賞賛されてたし、僕も上村選手のポテンシャルってすごい高いと思うんですけども、ただ上村選手って、その自分の見せ方、うん、自己プロデュース、うん、自分をどう見せるかっていう、そこのね、見せ方のスキルが全然ないよなっていうふうな感じを感じなんですよ。うん、だからそれゆえに、この上村のなんかそのポテンシャルっていうものが、 うんなんか発揮されずに今なってマイナスな方向になってるかなっていう感じがしますねはいだからそのね自分のその見せる自分のその見せ方っていうものをうんうまく表現できてないよなみたいなのが思ったですねだからそれのいい例っていうのが、ね、今回切られましたけどもあの似合わないロン芸でずっと伸ばしてたっていうふうなところですねうんあれってね やっぱり自己プロデュースがたけてる選手だとうんあの挑発ロン毛スタイルっていうのは、まあ、やらないかなっていうふうに思うので,、はいでまあ、上村選手ってなんか結構頑固らしいじゃないですか、うん、だからその上村選手の,その頑固な部分っていうのが、まあ、良い方向に変わっていけばいいと思うんですけどもその頑固ゆえにその自分の持ってるそのこだわりが うん、ちょっと大きすぎちゃってそれがあの我々ファンにいまいち浸透しない、うん、そして上村は停滞していくみたいな、うん、まあそういう可能性もあるのでまあまあそんなところが今の上村選手の現状かなっていうまあそんな感じはしますかねはい、はい、まあっていうふうなところもまあいろいろ踏まえた上でうんやっぱりこの辻上村も、えー、この間やった成田海の うん、やっぱりまあこれとまあまだ対して変わらないレベルだなみたいなまあそんなのは思ったんですかねはいまあそんなところですかねはいでちょっとあの上村選手のこの髪の話に戻すんですけどもまあ今回上村選手まあ髪切ってきたああ髪切られた、うん、ああ髪を切った、うん、ちゃんとイメチェンに成功した、うんまあ、そういう感じなんですけども僕この上村選手のこの今回のこのイメチェンになイメチェンマッチになった この経緯って、ジャストファイブガイズのなんか控室で、なんかノリでちょっと決めたみたいな、なんかそんな感じなんじゃないのかなみたいなのをちょっと若干思ったりしたんすよね。うん。まあこれね、まあ僕のあら、僕の勝手な想像上の、想像上の話なんですけども、なんかこうジャストファイブガイズのこの控室で、うんまあタイチあたりが、ユや噛髪切った方がいいんじゃないかか。 みたいなまあそういうのから始まりそれを聞いた上村選手があ短い方がいいですかねうんゆうやはかみきった方がいいよあそうっすかマジっすかああじゃあ分かりましたじゃあ今度かみきってみますだったら次組まれてる辻のシングル戦かみきりでスマッチにしたら盛り上がるんじゃんそのやんどう思ううん短い方がいいと思うよ あそうっすかわかりました。じゃあ、ちょっと辻にラインしてみます。で、僕、ちょっと髪切りますね。みたいな、まあ、こういう感じのノリで、まあ、うん、決まったんじゃないのかな、みたいな、そんな感じですね。はい。まあ、もしかしたら、まあ、上村選手が独自で、うん、自己プロデュースでこういう提案をしたのかなって、ちょっと思っちゃったりは。いや、それはないな。上村選手にね、多分す。<laughs> この辺の起点を回る感じは今の現状はないので、まあこれはジャストファイブガイズのタイチニーアンあたりがノリでちょっと行ってみて、まあそれからこう始まったみたいな、まあそんな感じかなっていうふうに思ったりしますね。もしかしたら同期の辻選手からの辻考案で、うん、ちょっと上村噛み切った方がいいよみたいな、そういうのから始まり、まあこういうね、上村噛み切れをマッチになったのかなみたいな、まあそんなのをちょっと思ったりしてますかね。 はい、まあそんなとこすかね。と、はいはいまあ、いういうな感じで、まあ、いろいろ喋りましたけどもまあ上村選手は一応試合後は髪切られてちょっと落ちむしゃみたいな感じでちょっとまぬけな姿になっちゃいましたけどもなんかこれで上村選手に対するちょっと,ちょっとね感情移入っていうのがなんか前より出てくるんじゃないのかなっていう風うに思う,思うので、うん、まあこれは。 絶対ね、僕は上村選手のプラスになると思います。はいまあ、そんなところが僕の今回の上村神切れよデスマッチ、はいえー、こ,のこれの、えー、感想でございました。と、はいはいえー、いうふうな感じでいろいろ喋ってきましたけども、結局今回の動画で何を言いたかったっていうと、辻選手は今回、上村選手のイメチェンに成功させる、まあ、そのきっかけを作ったんで、この際だからもう一人、イメチェンをさせる人、成田。 成田のイメチェン。辻対成田。敗者、ガウン、敗死マッチ。これをやって、成田が負けて、あの成田のあのクソダサいガウン、これを脱がさせる。辻選手にはこれ、こういう新しいイメチェンをさせるっていうこのスキル、使ってもいいんじゃないのかなって思ったってこと。